日本プロジェクト in 神奈川メッセンジャーの田川桃香です。私は今湯河原町に来ています。今日はこの湯河原町の魅力とこれからについてを皆さんにご紹介したいと思います。そこで私が訪れたのは湯河原町役場、富田幸宏町長にお話を伺います。湯河原の特徴と魅力についてご紹介ください。はい、海、山、川、そして温泉、全て自然の恵みがコンパクトにまとまっている、こういった町、地域です。自然をに、そしてそこに湯河原の人たちの温かさ、こういったものがこの湯河原の町の魅力としてこれまでもこれをさらに進めていきたいという中で、実はですね、人を癒して1200年湯河原という湯河原がこれからも人を癒していこうと、そういった地域であるように、そんな思いでこれからいろんなことを考えていきたいというふうに思ってます。地域の方、そして今はサーファーの方も大変多くてですね、こういったメンバーとか、もちろん我々も含めてクリーン作戦ということでゴミ拾いやそういった啓発活動をしてます。湯河原にある川の中にはホタルがもう25年ほど前から自然に発生をしている。やはり川を大切にすることを海を大切にするということにつながりますので、こういった取り組みが必要だというふうに思っています。ここ湯河原の豊かな自然が織りなす四季折々の表情は、訪れる人々をきっと笑顔にさせてくれると思います。ぜひ皆さんも来てみてくださいね。海と日本。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。